パッ、こんにちは、ヒヨンです。え、今回はですね、多分みんながびっくりする企画というか、もう初めての企画になるんですけど、私が大好きなディズニープリンセスでアイドルグループを作るなら誰にするかドラフト会議を一人でやりたいと思います。いつも配信してる動画と違いすぎて、面白い動画として皆さんに見ていただきたいんですけど、つべこべ言わずに始めますか。それではスタート。私がプロデューサーとして、プロデューサー、ディズニープリンセスたちをアイドルにするなら誰を選んでどういうグループにするかっていうドラフト会議をしたいと思います。で、この企画はですね、なんでやろうってなったのかというと、本当に今さっき私の YouTube チームのミーティングをしてたんですね。企画なんかないかなみたいな、面白いのないかなって感じで、なんかいつもと違うこともやってみたいよねっていう話から、ちょうど私がその時ディズニーの作業用 BGM みたいなかけてたの。あ、ディズニープリンセスでアイドル作るなら誰にしようかなみたいな感じで思いついて、その企画どうって話で、え、今までなかったけど楽しそうじゃんみたいな、やってみてもいいんじゃないっていう話で、私がもう取りたいっていう感じで、ミーティングが終わってすぐ今撮ってるっていう感じです。だから顔もすっぴんだし、髪の毛何もしてなくてスキンケアしかしてない状態です。私は今日プロデューサーとしていろいろお話をさせていただきたいんですけど、まずやっぱりメンバーの人数、まあでも最近の韓国アイドルたちって結構人数が多めだったりするじゃないですか。多めだとその分なんかいろんな子がいて魅力的なグループにはなると思うんですけど、ちょっと私もね、その一人一人見切れないっていう部分も出てきちゃうと思うので、嵐みたいな国民的に愛される本当にみんなが大好きだよっていうグループにしたいなって思うので、今回は5人選抜したいと思います。いや、もうディズニープリンセスでこんなことしていいのかっていう話なんですけど、今ね、もうワクワクしすぎてて、いろんなことを思いすぎて考えがこんなごちゃごちゃになってるんですけど、ディズニープリンセスたちを全部書き出してみたんですよ。公式で認められてるディズニープリンセスは12人なんだって。私さ、アナと雪の女王、アナとエルサもプリンセスって思ってたんですけど、プリンセスじゃないらしい。なんで？なんで公式でアナとエルサディズニープリンセスに認めてくれなかったんだろう。ちょっと悲しい気持ちもありますが、選抜するプリンセスたち一人ずつ紹介したいと思います。1人目、白雪姫、これは白雪姫の作品ですね。2つ目、シンデレラ、これもシンデレラの作品。3人目、オーロラ姫、これは眠れる森の美女の子。4人目、アリエル、私が大好きなリトルマーメイド。5人目がベル、美女と野獣の子ですね。6人目がジャスミン、これはアラジン。7人目がポカホンタス、これもポカホンタスの作品。8人目がムーラン、これもムーラン。9人目のティアナなんですけど、これはプリンセスと魔法のキスっていうね、知ってる人は知ってるんじゃないかな、これめっちゃ面白いからみんな見てみて。ひょんなことからプリンセスがカエルになっちゃうっていうお話、あまりにも短縮してるんですけど、とにかくプリンセスがカエルになります。はい。10人目がラプンツェル、塔の上のラプンツェル、ピューもこれ大好きですね。11人目がメリダ、メリダと恐ろしの森、これもみんな見たことあるのかな、結構新しめの子だから見てない人も多いのかな。割とさ、やっぱりディズニープリンセス系って若い時に見るじゃないですか。私も若い時に見てたから、昔の7人、最初にいた7人系が割と印象に残ってるんですね。でも新規メンバーたちもじっくり見ていきたいなっていう感じはするんですけど、12年目の最後がモアナ、モアナと伝説の海の最近の新しいちょっと焼き色が綺麗な子ですね。っていう感じで、この12人から5人を選抜したいと思うんですけど、これさ、めちゃめちゃ長い動画になっちゃいそうで怖いんだけど、私はさ、ディズニープリンセスがずっと大好きって言ってて、 LINE のスタンプとかも絶対にディズニープリンセスなんですよ。私ね、ディズニープリンセスのスタンプを結構持ってるんですけど、白雪姫のやつとか、この後ろの背景もディズニープリンセスなの。だから本当に大好きなの。で、1人目、どうしようかな。でもやっぱりずっと言ってるドルマーメイドのアリエルちゃんはやっぱり外すことはできないかなって。もう一番の推しなので、やっぱりこれちょっとエコひいきになってしまうかもしれないけど、アリエルはもう絶対に入るよって、もうあなたおいでっていう感じで、ちょっとメンバーに1人入れたいと思います。アリエルはメンバーにする理由もしっかりあって、アリエルって途中でさ、アリエル1ね、アースラーに声を
奪われちゃうじゃないですか。王子様に会いに行きたいから人間になるしかなくて、その人間になるにはアースラーと交渉しなきゃいけなくて、その交渉として声を奪われちゃうんですけど、声を奪われたにもかかわらず王子様とキスの一歩手前みたいな、もうキスをしますよっていうぐらいまで持っていけたのはすごくアリエル自身に魅力があるからだなって私は思うんですね。喋れないし手話もできないんですよ。なのにアリエルはもうその行動と陽気な気持ち、なんかポジティブな感じ、その雰囲気で王子様をあれだけ自分のことを好きにさせられたっていうところは、やっぱりアリエル自身にすごい魅力があるんじゃないかなと思って、メンバーに入れる理由としてはすごい十分だなって思います。なんでこんな真剣に話してるの、面白すぎ。2人目、どうしようかな。2人目私的にはアナかなって思ってたんですよ。アナもめちゃめちゃポジティブじゃないですか。でお姉ちゃんのことが大好きで、初めて会った王子と結婚するみたいな、そのぐらいの気持ちになっちゃうぐらいポジティブ。そういうポジティブ精神ってやっぱアイドル活動をするにあたって見てくれるみんなを幸せにできるというか、一緒にポジティブな気持ちにさせてあげられる能力があると思うので、歌も上手だし、まあ見た目もすごい可愛いし、チョコレート好きっていうところもすごい可愛いし、アイドルっぽいなっていうところもあるし、アナかなって思ってたんですけど、残念ながらアナはプリンセスじゃないんだよね。残念です。ちょっとアナは脱落ということで、シンデレラ、あ、まあ確かにシンデレラはでも圧倒的センター感というか、今の現状でもやっぱりプリンセスといえばシンデレラっていう圧倒的地位があるなっていうふうには思うし、シンデレラ自身にもいや自分は1位だっていう、そういう自尊心っていうのかなは持ってると思うし、メンバーに入れてあげたいというか、メンバーに入らずにはいられないっていう感じかな。圧倒的センターですよね。でもアリエルの方が好きだからアリエルセンターにしてあげたいけど、でもなんかな、ちょっとさ、アリエルって一番最初の歌の発表会みたいな時、お姉さんたちとやる時忘れちゃうじゃないですか、発表会の日にちを。そういうちょっと忘れっぽいところは危ないなって。だってさ、コンサートとかさ、ライブがある時に忘れて遊んでたとか言われたら、ちょっと私もおこになっちゃう気がするのでセンターリーダー的な感じでは任せられないっていうことで、やっぱシンデレラもメンバーに入ってほしいなって気持ちはありますね。シンデレラはやっぱりママ母とかお姉さんたちにちょっといじめを受けてたけども、それに屈せず最後まで自分をしっかり持ってたっていうのもあるし、しかも最終的にはママ母とかを許してあげるじゃないですか。シンデレラ2とか3でも、これ知ってる人いるか分かんないけど、アナスタシアがパン屋さんに恋をするんですね。でもお母さんはそんなパン屋さんならダメだみたいな感じで言うんだけど、そういう恋愛とかも手伝ってあげて、あんなにいじめられてたのにそういう恋のお手伝いをしてあげる、その心の余裕というかキャパの大きさとか考えると、やっぱりリーダーにはなってほしいなって思う。何かあっても絶対めげないと思う。みんな頑張ろうって言ってくれると思うので、2人目のメンバーはシンデレラでお願いします。はい、3人目、ムーランとかポカホンタスとかはアイドルっていうよりもアーティスト系じゃないですか。ちょっとかっこいい感じがあるので、なんか私の目指してるそのアイドル像とはちょっと違うかな。ソロでもう超もう踊りなんかせずにスタンドマイク一つでスポットライト浴びながら歌ってほしいっていうところがあるので、今回のアイドルメンバーには違うかなって思います。ラプンツェルも可愛いんだよな。私ラプンツェルアリエルの次に好きなぐらい、てか映画がそもそも好きなんですけど、ラプンツェルのあの陽気な感じ、私の目指してるアイドル像に合うと思うし、プリンセスたち基本的に全員歌は上手だから、まあそこの心配はしなくてもいいと思うんですけど、でもさ、最初塔を出るか出ないかってなった時にお母さんに許しを得られずに、やっと出られた嬉しさとお母さんを裏切ってしまう悲しい気持ち、差がすごかったですよね。情緒の不安定さすごかったなーってところがあって、やっぱり情緒不安定になってしまうとアイドル活動っていろんな困難もあると思うから、すぐに落ち込まれちゃったりするとちょっと難しいかなーっていう気もする。でも切り替えが早いって思えばそれもいい。18歳だし若いし、年齢的には全然 OK ですよね。まあ、元気いっぱいの方がいいのかな。でも元気いっぱい感は結構アリエルで担当してくれそうだから、なんかキャラかぶりにもなっちゃいそうだな。ちょっとラプンツェルは保留にします。白雪姫とかオーロラ姫はなんかしっとりしすぎてて、オーロラ姫とかなんかはっちゃけてるイメージがあんまりない。大半寝てたか。あ、でも白雪姫も寝ますよね。
チェネガチ、そういう一人清楚で、トゥワイスで言うとミナちゃん的な、静かで可愛くって落ち着いた感じの子もキャラ的に一人いてもいいから、白雪姫かオーロラ姫とかいてもいいんだけどな。どっちだろう。でも白雪姫のさ、ショート好きな人いるじゃないですか。女の子のショートって可愛いから、基本的にみんな長いから、ね、だって白雪姫以外で短い人いる？いないですよね。ショート枠と落ち着いたしっとり枠で白雪姫おります。白雪姫さんお願いします。ってことで3年目は白雪姫、あと2人だよ。楽しいんだけどめっちゃくちゃ。あとはメリダ、メリダもちょっと男の子っぽいところがあると思うんですけど、おしゃれするのがあまり好きじゃないので、メリダちゃんはアイドルってやっぱ自分のことをいかに可愛く見せるかとか、いかに可愛くいるかっていうことだと思うので、メリダちゃんもちょっとじゃあ今回はなしということで。でモアナ、ちなみに私はマウイみたいなガッチリ系の男の人がめちゃくちゃタイプなんですけど、そうだな、ディズニープリンセスの王子様の中だったらマウイは王子様じゃないかもしれないけど、マウイが一番好き。エリック王子も昔は好きだったんですけど、もうちょっとガタイが欲しいんですよね私。ってことで私はマウイと一緒にプロデュース作業しようかな。どん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 そのプリンセスたちが女の子らしいっていうところから、女の子も活躍できるというか、一緒に同等だよっていう感じになってくるので、最近の新入りのメンバーたちはソロ活動の方がいいんじゃないかなって思います。アイドルっていう感じではない気がする。ベルも無難に超可愛いですね。ベルちゃんはあのシンプルに可愛いよね。性格的にお父さん思いで野獣を助けに行くところとかも勇敢だし、自分をしっかり持ってるっていうイメージ。あ、でもさ、ジャスミンはちょっと世間知らずなところがある。それはなぜかというと、やっぱりお城の中にずっといろっていう風に言われて育ったから、それは仕方ないことだと思うんですね。だから世間のことが分からなくて、パンを買うにもお金が必要だってことも知らなくて、何も分からないっていうところはあれなんですけど、超最後らへんにジャファーがもう権力を持っちゃって、なんか魔法を使えるみたいになっちゃって、砂時計の中にジャスミンが入っちゃうシーン分かります？アラジンがジャスミンを助けに来て、で隠れてひそひそとちょっとずつ近づこうとするんですよ。でそれに気づいたジャスミンはジャファーの気を取ろうと色気を出すんですね。ジャファーみたいな、そういうのも大事じゃないですか。そういうのができるのはいいんじゃないかな。ちょっと小悪魔系の位置に行く。キャラが結構はっきりしてて、私はお姫様で何も知らない、これでいいのみたいな、本当にお嬢様みたいな感じだけど、やるときはやれるみたいな。ベルとジャスミンだったら、ベルはなんかもうけなげすぎて愛想を振りまくキュンキュンとかがあんまりなんかできなそうな気がする。だから4人目はジャスミンちゃんに決めました。めっちゃいいと思うこのメンバー。今のところアリエル、シンデレラ、白雪姫、ジャスミン、あと1人。ティアーナちゃんはしっかりしすぎてて、やっぱりなんかお父さんの意を継いでレストランを開業するみたいな、それに向けて必死に頑張って、途中で魔法使いに会ってカエルになっちゃうので、大半カエルとして過ごすんですけど、その作品の中では努力のできる人、そういうのもすごく大切だと思うので、どうしよう。でもアリエルとラプンツェルを2人でなんかちょっと双子っぽく、この5人グループだけどニコイチみたいなのもあるじゃないですか。そういうのにさせるのも良い。ティアナはさ、結構もう考え方も大人なので、アイドルっていう感じではない気がするんだよね。経営者になってほしい。ってことで最終メンバーはラプンツェルにしたいと思います。すごい、私が選んだ国民的アイドルのメンバー、アリエル、シンデレラ、白雪姫、ジャスミン、ラプンツェルになりました。妄想の話でこんなに喋ってんのやばくないですか。アリエルとラプンツェルはもうなんか2人でキュンみたいな、もう顔合わせてキュンって感じにして、シンデレラはまあセンターで可愛くしてもらい、白雪姫はなんかもう1人でこんな感じにしてもらって、白雪姫とジャスミンは背を一緒に向けてるの。背を向けてなんかこんな感じ、ちょっと強めの子っていう感じにしたら、すごくいいんじゃないでしょうか。で、この5人のファーストシングルはファーストシングルでも歌的にバラードとかよりもポップな感じだと思うから、よく見て素敵ねこれでもっと完璧が好きだけど、それはなんか3曲目ぐらいに入れたらいいんじゃないかなって思うし、ポップな歌って言ったら何だろうって考えると、やっぱラプンツェルですね。おなでたらら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 
ララララララ自由への扉だ。じゃあファーストシングルとしてこの5人のアイドル活動を始動させたいなって思います。やばすぎいって感じで、今回は私がもう勝手にディズニープリンセスを国民的アイドルにするなら誰にするかっていうドラフト会議を一人でさせていただきました。いかがでしたか？あまりにも楽しくて、今私35分ぐらい喋り続けてるんですけど、あっという間すぎた。面白すぎた。楽しい。こういうの、今回こういう動画を出すのはちょっと本当に初めてだし、これが最初で最後になるかもしれないんですけれども、この動画が楽しかったり、これで妄想の話してほしいとか逆にね、あったらコメントで教えていただけると嬉しいです。って感じで、この動画が楽しかったり、またこういう面白い動画見たいなと思ってくれた方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。クラーン、アンニョーン。